辰巳ゆうと演歌で知った義理人情。尊敬する郡川清先輩からの言葉にハッとして、僕にとって物心ついた時から演歌は生活の一部。小学校に上がるまでは周囲の友達も全員演歌を聴いているものだと勘違いしていたくらいです。小。デビュー4年目となる演歌歌手辰巳ゆうとさん。大学在学中にデビューし、活動を続けながら2020年、コロナ災いで無事卒業。その後、路上ライブをはじめ、YouTube 配信など様々な経験を糧にして、華やかで自分らしいステージを夢見ています。歌手を目指したきっかけから、デビュー当初の苦労、これからの目標や最近のリフレッシュ法までを聞きました。構成イコール上田恵子、撮影イコール本社写真部。演歌好きの祖父母の影響で、2018年に、下町純情。という曲でデビューし、演歌歌手として活動を始めて4年目になります。よく、若いのに演歌とは珍しいね、と言われますが、幼い頃、大の演歌好きの祖父母が歌うのを聞いていたんです。おじいちゃん子だった僕は、よくカラオケについて行きました。そこで見よう見真似で歌うと、おじいちゃんたちがすごく喜んでくれました。祖父母が青春時代に聴いていた三橋美智也さんや春日八郎さんの曲を教えてもらって一生懸命歌った記憶があります。そんな僕にとって物心ついた時から演歌は生活の一部。小学校に上がるまでは周囲の友達も全員演歌を聴いているものだと勘違いしていたくらいです。小。将来は演歌歌手になりたいと思うようになったきっかけは今の所属事務所の先輩である郡川清さんが歌番組で歌う姿を見たこと。成長するにつれて J-POP や洋楽も聴くようになったものの、自分で歌いたいと思うのは体に馴染んだ演歌だったのです。転機は中学1年生の時、所属事務所主催のティーンズカラオケ大会での優勝でした。それまでも地元のカラオケ教室で歌の基礎を習ったりしていたのですが、中学生という多感な時期に、頑張れば本当に演歌歌手になれるかもしれない、という希望が生まれたことはすごく大きくて、この優勝を機に、本格的にプロを目指す方向へと意識が変わりました。とはいえ、中学時代は勉強を優先していましたし、野球部で部活動もしていたため、本格的なレッスンをスタートしたのは高校生になってから、事務所の紹介で月に2回、大阪から東京に通ってボイストレーニングを受けていました。両親も最初は、まさか僕がプロを目指すとは思っていなかったようですが、本気だということが分かってからは、全面的にサポートをしてくれました。高校卒業後は東京の大学へ進学。専攻は英語です。両親から大学だけは卒業しなさいと言われたこともあり、仕事をしながら勉強を続けて2020年3月に卒業しました。当時は学業、ボイトレと並行して先輩方のファンクラブの会報を封筒に入れる作業など事務所の雑用もしていましたね。義理や人情に触れたストリートライブ。デビュー前の修行期間中、事務所スタッフの方の勧めで週2回、路上で演歌を歌うストリートライブを行っていました。場所は、赤羽錦糸町をつかすがもといった、下町を中心としたエリア。歌うのは、昔、祖父母と一緒にカラオケで歌っていた曲です。まだ上京して1年ほどで土地勘もなかった上、知らない町の路上で歌うのはものすごく勇気がいりました。ヘッドセット、マイクのついたヘッドホンをつけて、ちっちゃいスピーカーでカラオケを流しながら歌っていたものの、夜はお酒に酔った方などもいて、怖い人が来たらどうしよう、どこかへ連れて行かれたらどうしよう、とビクビクしっぱなし、しかも、すぐには立ち止まって聞いてもらえないんですよね。あれはなかなかきつかった。それでも諦めず試行錯誤しながら続けるうちに足を止めてくださる方がぽつりぽつりと増え始めて。中には若いのに私たち世代の歌を歌ってくれてありがとう、と声をかけてくださる方や
寒い日に温かいお茶やおにぎりを差し入れてくださる方もいて、人のぬくもりを感じました。気がついたら、最初は怖いと思っていた街が、とても素敵な場所になっていました。演歌の世界に登場する、義理とか人情とかいったお金では買えないものは、すべてあの頃のストリートライブで味わったと思っています。きちんとした会場が用意されて、最初からお客さんがいることは当たり前じゃない。人に歌を聴いてもらえることは、ものすごく幸せなことなんだと改めて気づかされました。おかげで今では、どんな場所でも恥ずかしがらずに歌えるようになりましたし、大きな会場でも緊張しない自信があります。しかもデビュー後、なんと赤羽商店街の親善大使にも任命していただけたんです。赤羽はまさに自分の原点になりましたし、若い時にこういう経験をしておいて本当に良かったと思っています。胸に響いた郡川清先輩の言葉。現在は大阪と名古屋のラジオ局、そして有線でラジオパーソナリティもさせていただいています。歌には歌の世界観がありますが、そこではありのままの自分を見せるよう心がけています。何しろ関西生まれですからね、喋ることは子供の頃から大好きです。関西では友達と話す際にもオチがないとダメ。つまらない話をしようものなら、なんでおもんない話を長々聞かされなあかんねん。と怒られるので自然とトーク力が鍛えられるんです、よ。でも、東京の人はオチがなくても最後まで聞いてくれるので、地元の友達からは、お前は東京に行って面白くなくなったなから、と言われます。章。ラジオ以外では、CS 放送のチャンネル銀河で、優と王子の大冒険、というバラエティ番組をやらせていただいたり、オンラインで CD 購入者を対象としたサイン会を開いたり、インスタグラムのビデオチャットでファンの方々と交流したりと、様々な活動をしています。6月には、僕個人の YouTube チャンネルもスタートしました。コロナ災いの今、なかなか皆さんにお会いできませんが、インターネットを通して交流できることを嬉しく思っています。尊敬する郡川先輩からはいつまでも初心を忘れてはいけないよ、という言葉をかけていただきました。歌手活動も4年目に入って気持ちに少し余裕が出てきた時期だったこともあり、ハッとさせられましたね。郡川先輩は、この厳しい世界でずっと第一線で活躍していらっしゃるのに、僕のような新人にもフランクに話しかけてくださる器の大きな方。そういう嬉しいことってずっと忘れられないものですし、先ほどの言葉もここ最近で一番胸に響きました。身近に人生のお手本となる先輩がいる僕は本当に幸せ者だと思っています。演歌を受け継ぎつつ、新しい試みも。よく、演歌と歌謡曲ってどう違うの？と聞かれることがあります。僕自身は、拳が入るのが演歌、入らないのが歌謡曲、と思っているのですが、どうでしょう？あとは、歌のテンポは演歌の方が遅め。歌詞の内容も、演歌はハッピーエンドより悲恋というイメージ。また演歌は古き良き日本の文化を伝え、この先もずっと残り続けるものを題材にしているのかなと思いますというような講義を、実は大学4年生の時に明治大学でさせていただいたことがあります。講義のテーマは、ズバリ、演歌について。当時は僕自身も学生だったので、教壇に立つのは不思議な感じでしたが、同世代の方と演歌について意見交換できるありがたい機会と思い、やらせていただきました。大学生の皆さんと演歌にどんなイメージを持っているか、どうしたら幅広い層の方に聞いていただけるか、などのディスカッションもでき、貴重な経験になりましたね。これは僕の夢ですが、演歌や歌謡曲が同世代の人にも今よりもっと気軽に聴けるジャンルになってほしい。その架け橋になるのが僕の大きな目標です。受け継ぐ部分はしっかり受け継いで、今風に変えられる部分は変えて、僕の友人も僕のデビューを機に演歌を聴いてくれるようになったので、若さを活かして柔軟に世代を超えてアプローチできたらいいですね。一人っ子なので、
家族からは電話が頻繁に。今の僕の一番のリフレッシュ法は、一人キャンプ、です。以前からやってみたかったのですが、コロナ災いの自粛で仕事がお休みになったのを機に、思い切ってキャンプ用品一式を揃えてみました。普段は演歌の他に、国内外の今流行っている曲を聴いています。また、いろいろなアーティストのステージや華やかな演出を見て憧れを感じています。氷川先輩のステージにも大掛かりな演出がありますが、エンターテイナーとしてお客様を楽しませる仕掛けを僕もどんどん考えていきたいです。5月に両 A 面シングルの新装版、誘われてエデン、望郷が発売になりました。8月には待望のコンサートも控えています。今はステージ上で得意のバルーンアートを披露しようか、どんなトークで笑っていただこうか、と来てくださる方々を笑顔にする様々な企画を考えているところです。一人っ子なので家族が心配して今も頻繁に電話をかけてきてくれます。ショー。これからも演歌の道を極めるために精進することはもちろん演歌以外の曲や歌手活動を超えた分野にも果敢に挑戦していきたいと思っています。ぜひ応援してください。